どうも、ゆっくり霊夢です。同じくマリサだぜ。ねえねえマリサ。なんだ、腹ボテ赤まんじゅうよ。最近お菓子の食べ過ぎで太ったの、バラさないで。そんなことよりも、今日も何か怖いことを教えてほしいんだけど。いいぞ、じゃあ今回は、背筋が凍る、意味がわかると怖い画像9000、を紹介するぜ。もうこのシリーズもパート13なのね。今回も心霊写真含む、様々なタイプの怖い画像を解説するぞ。中には微妙に閲覧注意なものもあるから、気をつけてくれ。わかったわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初はこの写真だ。なんだか、昭和くらいに撮られた写真って感じね。ああ、結構昔に撮影者のおじいさんの、法事の時に撮られた写真らしいぜ。たくさん撮った中にあった、妙なもやが映り込む心霊写真らしき一枚だとか。確かに、右側のおばあさんのそばに白いもやがあるわね。でも、誰かが吸ってたタバコの煙とかじゃなくて、法事の最中だし、誰もタバコを吸ったりはしていなかったそうだよ。霊能者に鑑定してもらったところ、このもやの正体はおじいさんの霊らしい。よく見ると、おばあさんの顔より少し高い位置に、男性の顔らしきものが見えると思う。あ、本当だわ。亡くなったおじいさんが、妻であるおばあさんの手を握って寄り添っているような状態なんだとか。それが本当だったら、泣けてきちゃうわね。みんなにはこの白いもやはどう見える？ぜひコメントで教えてほしいぜ。次は、恐怖画像というか、不可解な画像だぜ。何これ、のけぞった男のこの写真。変な化け物のようにも見えるけど、ある少年たちが、家で遊んでいるうちに撮れた不気味な写真らしい。その遊びっていうのが、暗闇かくれんぼ、というもので、暗闇に隠れた友達を、鬼役の子が携帯のフラッシュ撮影を使って探し出す、って感じの遊びらしいんだ。子供はすぐに変な遊びを生み出すわね、すごいわ。そうして撮られた中の一枚がこの写真なんだけど、遊んでいた友達の中にはこんな子はいなかったらしいんだ。え、じゃあこの子は一体？フラッシュ撮影した時だけに映って、その後は一切現れなかったらしい。気味が悪すぎる、なんだか体の向きも変な感じがするし、という、不気味だが正体がいまいちわからない写真なんだ。みんなも、暗闇で自撮りをする時なんかは気をつけてね。次は海外の不気味な写真だぜ。可愛らしい、何かの集合写真かしら？アジアのとある地域の小学校で撮られた、入学式での写真だよ。とても微笑ましいんだけど、一つだけ良くないものが映り込んでいるんだ。丸がしてあって、黒い人影みたいなものが映り込んでるわね。はっきりと男性の顔のように認識できるし、不気味。この影は、以前にこの撮影地付近で亡くなってしまった男性の霊らしいんだ。小学生ではなくて、成人男性だということだぜ。なんで小学生の記念写真に、男の霊が映り込んでしまっているの？自爆霊化していて、楽しそうなのが羨ましかったのでは、と推測されているな。一緒に映りたくて入り込んでしまったようで、害はあまりないらしい。楽しそうで映り込んじゃう自爆霊さんとか、ちょっと萌えね。おい、心霊写真の見すぎで感覚がバグってるぞ。次は心霊系ではないが、ある意味での恐怖画像だ。何これ、とにかく人がたくさん。いわゆるコミケ会場にある、コスプレブースでの人だかりだ。可愛いお姉さんの周りに、カメラを持った男性が群がってるわね。ああ、これがコミケの闇と言われているぜ。この一枚に、決まりを破った過度な接近、ローアングルからの撮影などあらゆる闇が凝縮されているんだ。コスプレを披露している人たちのことはもともと撮影はできるんだけど、それはマナーが守られていてこそ。って前提ありきだ。適度な距離を保っていなきゃいけないのに近づきすぎたり、禁止されているローアングルからの撮影をしたりする不届き者がいて、こうなってしまうんだよ。こんなに近づかれすぎたら、レイヤーさんも怖いでしょうに。そうなんだよな。もちろんこれは霊の流行り風が蔓延する以前の画像だけど、それにしても、この密集ぶりは異常だよな。スタッフが注意したりもしているけど、次に紹介する映像のようなやつがいるから厄介なんだ。注意されてもなお、変なアングルから撮影しようとしてる、最悪ね。撮り鉄にしろ撮影系や他の趣味活動にしろ、一部のルール違反者のせいで業界全体が悪く見られちゃうのはかわいそうよね。そうだな、最低限のルールは守ってほしいぜ。次は再び心霊写真だぜ。外国で撮られた集合写真よね？ああ、これはイギリスで行われた、病院廃墟を回るゴーストツアーで撮られた写真なんだ。
日本でいうところの、団体での廃墟巡り、心霊スポットツアーね。この建物自体は1869年にできた精神病院で、1950年頃に閉鎖されるまで、重い精神病患者を受け入れていた施設らしいんだ。そして、出来上がった写真を見て、ツアー参加者は驚いたそうだよ。なんせ、2体も霊が写っていたらしいからな。それが、この赤枠で囲われた女性の影かしら？そうなんだ。この場所に女性はいなかったというし、霊気が感じられない姿が不気味だよな。そしてそのすぐ下にもう一体の霊がいて、カメラ側を見つめているんだ。あ、本当だわ。こんな場所に人が入れるスペースはないだろうし、怖いわね。ちなみに撮影者は、写真加工などは一切してないそうだぜ。それなのに、参加者29名のツアーのはずなのところ、写真には31人写っていたそうだ。病院時代の霊が、未だにこの場に縛られているのかしらね。その可能性は高いだろうな。こういうの見ると、絶対に面白半分で廃墟には行っちゃダメって感じるわね。次は恐怖画像というか、うっかり映ってしまった闇、という感じだな。どういうこと？これってテレビで放送されてる時代劇のドラマよね？ああ、いつの時代のどの時代劇なのかまではわからなかったが、絶対に映ってはいけない、あれが映ってしまっているんだよ。え、一体何が映り込んでしまったの？それはな、電柱だ。江戸時代という設定なのに、電柱が映り込んでしまっていたんだよ。あ、本当だわ、言われるまで気がつかなかった。撮影スタッフはもちろん、こういうことがないようにロケ地や撮影アングルは徹底しているんだろうけどな。たまにはこんなアクシデントも起きてしまうんだと思うぜ。まあ、時代劇とかは没入感が大事だし、こういうミスに激怒する人も中にはいそうね。そうだな。恐怖画像というか、少し箸休め的な画像ということで、チョイスしてみたぜ。次は少し不気味な心霊写真だ。これは、事故現場を写した写真よね？ああ、とある高速道路で車の転落事故が起きた時の映像なんだ。誰が撮ったかは不明だが、事故車を写した写真に、不可解なものが写り込んでいたんだよ。確かに赤丸がしてあるけど、これは何？これは、透明な人影だと言われているぜ。もちろん、この場にいた時はこんな人影を目撃することはなかったらしい。確かに、人の影のように見えるわ。これは一体何なの？転落した車の運転手の霊なんじゃないか、って言われているようだよ。そう言われると、なんか呆然としているというか、立ち尽くしているように見えるわね。結局、この事故の詳細までは調べきれなかったから、真偽は不明だけどな。けど事故発生直後には、現場ではよく霊が映ると言われているぜ。この霊が本物だとしたら、今はきちんと成仏できているといいけど。それじゃあ、これが最後から2番目の写真だ。何これ、めっちゃ不気味な絵、一体何なの？これは、とある有名な画家が描いた絵、ではなく、精神病患者が自丸の直前に描いた絵なんだ。おそらく自画像として、自分のことを描いているんじゃないのかな？直前ってことはこの絵の主はもう、この世には、おそらくもう、いないだろうな。描かれた顔が悲痛な叫びを上げているように見えるし、心の闇が現れている感じがするわね。ああ、どんな感情でこの絵を描いたのかと思うと、想像してもしきれないよな。こんな風に、自丸直前の人が描いた絵というのはこの世に結構存在していて、そのどれもが何とも言えない恐怖を感じる絵となっているんだ。これは本当に闇が深いってやつね。こういう絵は時に不可解な現象を引き起こしたりもするから、所有してみたいと思っている人がいたら気をつけてくれ。そんな人めったにいなさそうだけど、注意してね。それじゃあ、これが今回最後の写真だな。電車で対面している女性を撮った写真？ドラマか何かの映像なのかしら？実はこれ、10年くらい前から、闇が深い、なぜか怖い画像、として絶対に上がってくる写真なんだよ。そうなの？確かに、女性の表情がうつろな気がするわね。でも、そんなに語り継がれるほど怖い写真かしら？直視できないほど怖い、とか、潜在的な恐怖を煽る、とか、中には、立ちの悪い心霊写真、という人もいて、とにかくなぜかたくさんの人が恐れている画像だったんだ。今回、みんなが怖がる本当の理由が、いろいろ調べていくうちに分かったかもしれないんだ。本当？この写真の真相が知りたいわ。じゃあ今から解説するぜ。まずはこの写真を見てみてくれ。女性が写った、ニュース映像のキャプチャかしら？ああ、茨城で女子大生が丸されたという結構昔の事件なんだけど、この方の顔を見て、何かピンとこないか？ああ、さっきの電車の女性の顔と、すごく似てない？そうなんだ。実はあの電車の女性の画像は、悲しい事件で帰らぬ人となった女子大生の画像を元に作った、合成写真の可能性が高いんだ。そう言われたら、そうにしか見えなくなってきた。
けど、わざわざどこの誰がこんな画像加工をしたの？ひどすぎるわよ。それは残念ながらわかっていないぜ。けど被害に遭った方の写真を使っていること、画像加工による微妙なアンバランスさや違和感によって、なぜだか怖い女性の画像、になってしまったんだろうな。ちなみに私たちが見た限りでは、他に心霊的なものが写っているようには見えなかったぜ。どこかの誰かが悪ふざけで作った画像が、ずっと怖い画像として残っているなんて、なんだかかわいそうだし、闇が深すぎるわね。なお、私たちが調べた限りでの情報だから、この画像について何か他に知っている人がいたら、ぜひコメントで教えてくれ。というわけで以上が、背筋が凍る、意味がわかると怖い画像9000、だったぜ。今回もかなり闇が深かった気が、夜一人でトイレに行けなくなりそうよ。はは、巫女なのに霊夢は怖がりさんすぎるぜ。また闇が深そうな画像や情報を見つけたらみんなに紹介するから、楽しみにしていてくれ。わかったわ、とりあえず、今日トイレ行くときはドアの前までついてきて。お、オーケーだぜ。それじゃあ、今日の動画はここまでだ。各写真への考察や情報を持っている方は、ぜひコメントしていってね。最後までご視聴ありがとうございました。